レクサスを除き、トヨタ発となる量産純 EV の開発は大詰め、全く新しい SUV の試作車へ、英国編集部が試乗しました。巧みにグリップ力を制御する4輪駆動。今回試乗したのは、トヨタ最新のクロスオーバー純 EV、BZ4X。開発途中のプロトタイプということで、ボディは入念にカモフラージュされていた。 具体的なグレードなども明らかではなかった。それでも現代の純 EV として量産へ移れる状態にかなり近いように感じた。一部の機能が未実装だったこととサイドミラーやパノラミックサンルーフ付近から風切り音が出ていたことを除いてオフロードシステムも味見が許された。PZ4X は都市部での走行が前提のクロスオーバーながらプラットフォームを 共同開発したスバルの四輪駆動システム x モードのトヨタ仕様が搭載されるという、とか水深は 500mm もあり、ジープレネゲドトレイルホークに匹敵する。意外にも、アクロへの本気度は高い、過酷に見えるオフロードコースへ、BZ4X で挑むと、4輪駆動システムが、 巧みにグリップ力を制御することに感心させられたタイヤごとにスリップを感知し前後の駆動用モーターが必要なタイヤへパワーを適切に伝達してくれていた最低地上高はそこまで高くないため原野に分け入ることは難しいかもしれないそれでも近年の不安定な気象状態を考えれば心強いことは 間違いないだろう。次世代のトヨタ期待通りのインテリア。インテリアの仕上がりも印象的。次世代のトヨタ期待する通りと言って良い。素材の質感は少し冴えないとしても、十分な高級感があり、組み立て品質も高いようだ。フロントガラスの付け根部分が低く、開放的な印象もある。気になった点といえば、メーターパネルがやや高めで、ステアリングホイールが低めになる。 ドライビングポジション。プジョーの愛国ピットを想起させるものだった。円形のステアリングホイールでは、上部のリムがメーターにかかってしまう。もしかすると、ヨーク型ステアリングホイールを前提にデザインされているのかもしれない。当然のように、ダッシュボード中央には12.0インチのワイドなタッチモニターが据えられる。エアコン操作用に、 適切なボタン類が用意されていることは朗報だろう。ワイヤレスでの Android Auto と Apple CarPlay に対応し、航続距離や充電ステーションの位置など、純 EV ならではの情報も得られるという、試乗者はプロトタイプということで、そのサービスは実装されていなかったが、少なくとも、モニターの表示は、高精細、操作への反応も良かったとは、お伝えできる。リアシートは、 長いホイールベースを活かし、リムジンのように前後長がある。身長の高い大人でも、ゆったりくつろげるだろう。フロアがフラットだから、中央に座っても足の置き場には困らない。加湿空間は狭め。通常で452リットルという容量は、KIV6、e、の490リットルなどと比べて、小さい。テスラモデル Y のように、フロントのボンネットを開くと、 別の過失があるわけでもない。不足ない実力ながら、価格と、航続距離に依存。プロトタイプの市場となったが、トヨタ渾身の純 EV、BZ4X はこのクラスのクロスオーバーとして、不足ない実力を備えているように感じた。乗り心地も良く、インテリアの失礼も良好。トヨタだから、信頼性にも不安はないだろう。それでは、各メーカーがしのぎを削る市場に影響を、 及ぼせるだけの仕上がりだろうか。それは販売価格と航続距離によって変わってきそうだ。今のところ BZ4X の正式な航続距離は明らかになっていない。暫定値として知らされた数字の限り、やや物足りないとは言える。英国価格も月額のリースパッケージが用意されるとはいえ、少々高めだ。四輪駆動の BZ4X の場合、 英国では48,350ポンド、約749万円から、一度の充電で 480km 以上走れる四輪駆動の、キア EV6 の方が安い。それだけに、今回は機械がなかったが、エントリーグレードとなる、前輪駆動の BZ4X への期待が高まる。動的能力が四輪駆動を上回ることはないとしても、航続距離と、 価格競争力は良くなるはず。トヨタの純 EV 戦略を強力に後押しできるのではないだろうか。トヨタ BZ4X、オードプロトタイプのスペック、英国価格51,550ポンド、約799万円。試乗車、予想、全長 4690mm。全幅、1,850mm。全高。 1650mm 最高速度時速 161km 時速 0100km 加速6.9秒航続距離 410km 以上予想電費 CO2 排出量車両重量パワートレインツイン AC 同期モーターバッテリー 71.4kWh 最高出力 218PS 最大トルク 34.2kgM ギアボックスシングルスピード